次に演奏いたします鳥たちの神話。この曲は岡山県出身の作曲家藤井治さんによりまして、平成16年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲として作曲をされました。一般には一部をカットして発表出版をされましたが、今回は藤井さんがお書きになった鳥たちの神話原点版原曲を演奏いたします。それでは藤井治作曲鳥たちの神話です。Thank you.
場に作曲者の藤井治先生がお越しくださっております。先生、ちょっとステージまでお願いできますでしょうか。ありがとうございます。お越しをいただいた藤井先生です。実はこちらのプログラムにありますように、吉内先生の大親友なんですが、お花をプレゼントしたいと思いますので、まずでは藤井先生に、お礼の気持ちを込めまして花束をお送りいたします。はい、ではどうぞ。藤井先生、岡山県のご出身なんですが、現在は関西、大阪でしょうか。はい、大阪に住んでおります。今日はわざわざこうして津山まで駆けつけてくださいました。生徒たちの演奏を会場でお聞きくださいましたが、いかがでしたでしょうか。何かこう、自分の曲をされ演奏されるというのは嬉しいような、非常に恥ずかしい、緊張するんですけれども、練習を含めまして3日間津山に、来まして、生徒の人たちと一緒に過ごしました。で、非常に熱心に私の一つの言葉に耳を傾けて、作曲の意図を組んでくれようとするひたむきな態度に非常に嬉しく思いまして、私にとって非常に有意義な3日間と、そして今日の演奏をなんかプレゼントしていただいたような、非常に感謝の気持ちがいっぱいでございます。そう言っていただけたらね、演奏した生徒さんたちも頑張った甲斐があったというものだと思います。吉内先生とはもう長い深いお付き合いと伺っておりまして、藤井先生たくさんの作曲を手掛けてらっしゃるんですが、ほとんどのもの吉内先生が初演の時に参加をなさっているという大変なもう大親友なんですが、生徒たちから見た吉内先生の印象は、皆さんのお友達として、またお子様としてお聞きになっているかと思いますが、お友達として音楽仲間として藤井先生、吉内先生、どんな方なんですか。そうですね、切っても切れない縁というのはこういうことを言うんですね。ですから、でもそういう友人が、しかも私と同じ岡山の出身で、仕事場所も違うんですけれども、同じ音楽をやって時々こうやって会えるっていうのは非常にいい関係だなと、そういう友達を持てたことを非常に嬉しく思っています。そしてこうして作陽高等学校ともご縁ができましたので、どうぞ今後ともよろしくお願いをいたします。本当にはるばるとありがとうございました。作曲者の藤井治先生にお越しをいただきました。ありがとうございます。